カワ祭りの夜店での金魚すくい金魚すくいとは、水槽に入れられた金魚をすくう遊び。縁日で敵屋が出す屋台の代表的なもので、スーパーボールすくいやアクリル宝石すくいなどとともに、すくいものの一種である。金魚の養殖が盛んな奈良県大和郡山市では、観光事業として1995年から毎年8月に、 全国金魚すくい選手権大会が開かれている。金魚すくいを楽しむ子どもたち一般には小さなボールとぽいと呼ばれる金魚をすくう道具を用いて行う。通常、ポイは円形のプラスチック枠に和紙が貼られたもので、これで水槽内の金魚をすくう。紙製であるためにこれを水に浸すとふやけてもろくなりすぐに破れてしまう。完全に破れて 枠だけになれば金魚は救えなくなるため、そうなるまでに何匹の金魚を救って、ボールに入れられるか、というのがこの遊びの骨子である。金魚救い選手権はこの部分を、スポーツ的に消化させたものである。縁日の金魚救いの場合には、通常、救った金魚は、持ち帰ることができる。ただし、メインターゲットである、小さな子供にはかなり難しいゲームであるので、 全く救えなくても、数匹は持ち帰らせる店も多い。また、救った金魚を持ち帰るか持ち帰らないかによって、別料金にしている店もある。このほか金魚10匹救ったら船と交換可能といった、ローカルルールや、金魚のほかメダカや、ミドリガメ等も一緒に水槽に入れている店もあったという。金魚を客に渡す際には、通常、 ボールでは持ち運びに不便なので、金魚袋などの名称で市販されている金魚、救い用の巾着状の専用のプラスチック製の袋が渡される。金魚救いをする子供金魚とメダカを一緒にするのは飼育の上では好ましくない。これは金魚がメダカを食べてしまうからである。しかし、始末に困って近所の公園の池に放される例が多い。 下水等に放流されてしまうこともある。ビオトープ施設や保護されている湿地などでは、このような形で放流される金魚に手を焼いている例が、多々ある。なお、8月第3日曜日は、金魚救いの日に定められている。2021年には、世界初となる、金魚救いをテーマにした映画、救ってご覧が公開された。 ペット用刀として養殖された金魚は、市場に出すほど外観的に優れたもの以外は跳ねられ殺処分となるが、一部が殺処分を免れ金魚救い用として使われる。種類の詳細については、金魚の品種の一覧も参照。以下に挙げる種類は、金魚救い業界での故障で、正式な品種とは異なっている。 ぽい金魚すくいの際に用いられる円形の枠に和紙を貼ったものをぽいという。通常はぽいといえば紙ぽいを指す。すくい枠などの名称で販売されていることもある。柄のついたプラスチック等の輪に紙の膜が貼られたものが主流。かつては針金製のものが主流であった。ぽいは紙の厚さによって4号から7号と種類があり。 全国金魚すくい選手権では5号が用いられる。号数が大きくなるほど紙が薄くなるが、ポイ製造会社によって厚さに対する認識が違うため、同じ強度でも某車では6号、某車では7号という具合に違う号数が割り振られることもある。ポイの販売時には紙の強度が平気されている場合が多い。店によっては、 一律に、所定の合数のポイを客に渡すが、その一部では幼児など、テクニカルさは期待されない客には、難易度を下げるために小さい合数のポイを、大人や器用そうな客には、大きな合数のポイを渡して調整する場合もあり、こと自治会主催で、子供会などが運営する、模擬店では、儲けを出さなくても一向に困らず、逆に金魚を、一定数子供に配布する意図で、 小さい合数のポイを選択する場合もある。ポイはあらかじめ紙が完全に貼り付けられている。使い捨ての紙付け枠と、紙の着脱が可能で破れた紙の実を、スペア紙に交換することで再使用できる枠がある。紙付け枠には、表裏があり、フラットで、水がたまらない面が表、反対側の面が裏で、金魚すくいには、表面が適している。スーパーボールすくいでは、 すくう対象に重量があることや水槽に流れがあることから4から5号あたりの比較的丈夫なポイを使用する。紙ポイの代わりに針金のホルダーに取り付けて使用する金魚すくい用の最中が用いられることもある。メディアを再生する金魚すくいポイで金魚をすくい上げる。ポイは水につけるとふやけ、力がかかると破れる。 これをいかに少なく抑えるかが一つのポイントである。水面下では平行に近い角度での移動が基本となる。ぽいは、部分的に濡らすとその境界で強度が不均一に、なり底が破けやすくなることから最初に全面を水に、浸しておいた方が良いとされる。スクー金魚を選ぶことも重要になる。水面近くでじっとしている金魚は狙い目である。 また、尾から救うと破れるため、頭から救い、尾は、和紙部分に乗らないようにした方が良いとされる。ぽいが、モナカの場合には、紙のように特定の金魚に狙いを定めてという方法は難しい。そこで、モナカは、金魚の餌にもなることから、縁を、ほんの少しだけ水につけて群がってきたところを、数匹まとめて救い取るのが良い。言うまでもないが、 紙と違い最中は一度でも水に浸かると使用不能になるので、まさに一発勝負である。また、水槽の壁とポイの縁で金魚を挟み、壁にすりつけながらすくう。壁すくいと呼ばれる技法があるが、全国金魚すくい選手権大会では2009年より禁止されている。ありがとうございます。